平山天音3月昭和15年4月21日は、明治から昭和にかけてのアジア主義者。号は2、久義庵、万里。筑前国安郡出身。東洋英和学校卒業後、宮崎東典の同志として、アジアの反植民地民族運動を支援した。パークナム事件に橋を発する、シャム開拓移民計画が起こると東典と共に、これに参加、その後孫文を支持、明治30年に、孫文が日本に逃れた際には、平山の家庭教師の名目で入国させたと言われている。1898年、清国での戊戌政変に際しては、梁慶長に同行して、彼の日本亡命を助け、翌1899年にはフィリピン、独立革命を支援するために現地に渡航した。1900年に孫文派の革命党が武装蜂起した慶州起義では、東典と共に、これを支援。明治39年、宮崎東典、和田三郎、萱野長力と革命評論社を設立。革命評論を創刊して、孫文の辛亥革命の支援を加速させた。明治44年に品革命及び秘密結社を公表するなど、一貫して中国の革命運動を支援した。昭和6年には南京国民政府から陸海空軍総司令部顧問に迎えられている。ありがとうございます。